はい、お帰りお疲れ、こんばんは、マチコでございます。さあ今日はですね、ケプラー、ケプラーです。久しぶりやな、ケプラーとしてのね、はい、今回ケプラーのセカンドミニアルバム、はい、ダブラストでいいんですか、ダブラストっていうかな、うん、ダブラスト、はい、こちらのハイライトメドレーというのがね、ケプラーチャンネルの方でね出てきましたので、これ見ていきたいなと思います。はい、さあ行ってみましょう。久しぶりのケプラーです。スタート。ケプラー、ダブラスト、ハイライトメドレー、あ、とっと、ちょっと待って、これが ねタイトルになってます、うん、なんか爽やかでいいね、うん、夏っぽいね、ダブラスト、黄色とブルーです、うん、いいです、夏夏って感じで ね、はい、よろしいよろしいよね。チェヒョンちゃんが来るのかな。おー、はい、チェヒョンちゃん、おなんか可愛らしいな。急にまた可愛くなったやんか、あの幼くなったよな。うん、いや、髪色があれかな、黒にしたからかな、うん、似合ってる似合ってる。なんかね、うん、なんかいっぱいついてるよ、ここに。ここに。あ、ほんまや、うん、キラキラかな。キラキラみたいなね、はい、可愛らしい。チェヒョンちゃん、なんか昔、あの、ガルプラの頃のチェヒョンちゃんに戻った感じの ね、はい。わあ、すごい。キャンキャン。うん、1曲目タイトルは「アップ」という、はい、曲でございますね、うん、はい、おお、あっ、エソちゃん、エソちゃん、またなんかエソちゃんいいね。そうやな、逆にエソちゃんはちょっとこう大人っぽくなったというか、髪色がいいよね今回ね。髪色もいいし、うん、大人になってきたんかな、エソちゃん。そうやな、あっという間やからな、女の子はな、特にな、うん、ね、はい、可愛いな。バッバッバッ。おお、いい感じ。ダイオンちゃん。仕上げの曲です。あ、ダイオンちゃんもなんか可愛いな。いいね、いい、似合ってるな。金からこう黒に戻した瞬間の時はちょっとまた重たくなったなっていうふうに思ってるけど、うん、いや、まあいいよねやっぱりね。うんうん、うん、いい、いい。ダイオンちゃんらしくていいよね。いいよ、いいよ。うん、すごいなんかキリッとしていい、締まっていいわ。メイクがいい感じやな今回、うんうん、表情もね、アップ。あ、はい、光る。あ、なんか光るちゃん、また可愛らしいワンピース着せてもうてワンピースやな、ワンピースかな、うん、ヤッケとかじゃないよねこれね。何それ、ヤッケ、ヤックマッペ、あのほら、あ、幼稚園の子がスモックか、うん、スモックか、うんうん、スモックではないと思うんですけど、可愛いね、ちょっと可愛い感じ、アップリケというかいっぱいつけてもらって、ヒカちゃんね、金髪に、金髪っていうか、まあここだけ前だけ金髪にというのが面白いね、うん、ヘアカラーにしてますけども、すごい優しくていいこの表情もね、なんかや、ね、すごい人気みたいですからね、韓国でも。ヒカルちゃんはね、もうだってキジュソニョンのエクシちゃんがもう大好きって言ってた。あ、なんか言ってたね、うん、で今回のこの1曲目、あ、アップですけれども、うん、プロデュース、アレンジとかで、ね、作曲してるのが、読み方はちょっとわからないですね、フルブルーム、フルブルームかもしれませんけど、この人たちがウジュソニョとかアイズワンとかすごいいい曲いっぱい書いてるのよ、うん、いいやんそうそうそう、その人が手掛けてくれたミニアルバム、そうそう、この1曲目1曲目はね、全部じゃないですけれども、うんうんうん、何曲かこの人たちが書いてるんですよ、うん、この人たちなのかこの人なのか私もそこまで詳しく知りませんけど、だからすごいね、うん、ノリノリのアゲアゲの、おお、はい、2曲目ラル・ル・ボヤージュかな、いや、うん、え、キューなってる、うん、どうやって読むんだこれは、ヨンちゃん、わあ、もう綺麗になってくな、綺麗なんねんな、ヨンが、あんな、野生味あふれる最初見た時やな、すごい洗練されたな、可愛、うん、いです、いい、このヘアスタイルもいいしね、いいね、清楚で、下卑弥呼って感じやな、うん、あ、卑弥呼様ね、下卑弥呼、下卑弥呼様、はい、大きなね、リボンは胸にありまして、おー、はい、バヒエちゃん、ヒエちゃん、うん、ヒエちゃんもなんか綺麗やな、なんかいいね、うん、うん、肩出しね、すっきりね、スタイルいいもんね、うん、そうそうそう、背も高くて、首も長くて、うん、お、きた、はい、そしてユジンちゃん、ユジンちゃん可愛、うん、いや、なんかお人形さんみたいな格好して、せやな、いいですね、だいぶキュッとしたな、キュッとしてる、だいぶキュッとしたな、うん、だいぶピッて引っ張った、いや、まあまあいい、いいですね、これもね、蝶々なんや、この
ネックレスのね、あ、ペン、なんていうペンダント、なんていうのあれね、うん、かわいいな、あ、すごいこれ色白いし、すごい優しい曲で、うん、ね、いいよねこれもね。あ、またダイアン、はい、そしてダイアンちゃん、違う、うん、違うカットのダイアン。そうですね。めっちゃ可愛いのの。衣装は一緒ですけどね、いい表情してますね。なんかダイアンちゃんもなんか なんやろうな、洗練されてきたって言ったらまたなんか偉そうやけどさ。うん、なんか可愛くなってきたよ、ね、なんかな、うん、さらにちょっとゆったりした曲ですかね。あ、そしてヒカルガルちゃんね、うん、そうです、ちょっとそ今回アップでさっきとはちょっと違うかな表情、うん、さっき笑ってたもんね。ボイエイボーエイジャって言った、ボーエイジャっていう、まあまあボヤージっていうことですけどね、ボーエイジャ数字入れんの好きやね男性あ、そうやな、ケプラにも入ってるもんな、うん、1、うん、ローマ字と数字を入れ替えるの。あ、これあれか、9人だから9入れてんのか。そうでしょうね。へえ、うん、そっかそっか。はい。ガッちゃん。あ、いや、そう、いいね。笑顔のイエスちゃん。わあ、急にまたこう大人っぽく綺麗になって。星のイヤリング。髪の毛の色が絶妙です。すごい。やってます。アテンションという曲なのね。おお。バヒエちゃん。バヒエちゃんがなんかお姫様みたい、すっごい綺麗やな。うん。はい、そういうユジンちゃんね、さっきと同じですけれども、うん、アテンションって、はい、ヨンです、ヨンちゃんね、ユイコさんね、変わるかな、お、やっと来た、来た、やっと来ました、シャウティン&マッ、ま、シーローですね、マシロちゃん、うん、かわいいな、マシロちゃん、なんか結構なんで前髪こんなパッツンしたんよね、うん、前髪でもいつもあるもんね、あるな、うん、前髪上げてるのを見てみたいけど、また今後見れるん、かわいいよ、でもいいね、うん、シャオティンちゃんちょっと赤いのね、あ、でもあの時よりは落ち着いた色に見えるな、うん、クイーンダムの時ファイナル、もっと赤かった、いいじゃない、いいじゃないですか、このグッドナイトというこれ、ね、4曲目です、これも先ほどね、フルブルームさんですか、はい、あ、同じ人、はい、この人も8が入ってるでしょ、 B の代わりに、おー、ほんまや、うん、好きな、好きやな、うん、数字好きやな、数字好きやな、マチコも入れようかなどこに出て入れる、何の数字入れんの分かれへん、マチコのこう5にするとかね、あ、マチ5、うんうん、何の5やねんって言って、はい、いきます、ほんまや、うん、いいわ、あ、なんかかわいい曲、うん、うん、イエソかな、イエソ始まりからこの歌声は、うん、イエソっぽいな、ね、チェヒョンちゃんと、はい、まあ、ヒカルです、ヒカルちゃん、うん、ここでもこうなんかクリーンってしてるね、クリーンってクリーン、うん、てっぺん、そやで、ギューンってなんか一回くるっとしてから巻いてクリーンってしてるのかな、かわいらしい、うん、あ、ちょっと待った、あ、ベロ出して、ベロ出しの、おお、シャーテン、おー、シャーテンいいね、かっこいい、いい目つきしてます、いい、かっこいい、なんであの大きな体があの細くキュッとなるの、ほんまやな、足までこう、あ、ま、持ってきて、しなやかやからね、すげえな、シャーテン、細いんやろな、シャーテン今日はシャーティンです、なんか今日はシャーティンな気分です、うん、やな、ダダダダダダダっていうなんかちょっと手マーチっぽいこうねリズムで、うん、来た2人、お、姉妹です、イエソマシロ、なんかちょっとマシロちゃんここはなんかほっって言った、聞いてないでって言うかもしれないにも見える、え、聞いてないでそれいつ歌っていうかもしれません、マシロちゃん、うん、うん、なんかいい曲よね、うん、あ、そして5曲目がこれ、ね、リー・ウィンドっていうのでね、ちょっとまあ夏の、うん、午後夕暮れまでちょい行くか、夕暮れ、うん、え、これってこのうちのどれかの MV が出るってこと、出ますよね、そう、うん、あのザ・ガールズは入ってない、え、ザ・ガールズは特にない、ザ・ガールズがないのよ、あ、ないの、うん、なんでだろう、あれ一回チェックしたけどね、うん、どういうことでしょうね、うん、だからあれが、でもあれがここに入ったら急にコンセプト変わるやんか、全然ちゃうから、だから あれをカムバックでやるんじゃなかったんだと思って、うん、うん、カムバック負けたからあれは使えないってこと、もしかして、いや、そこまで縛られることはないやろけどさ、うん、まあ、でも今回のやつにはあれは入ってない、あれで
あれで買ったらカムバックを大々的にやりますよということで、別にあの曲をカムバックするわけじゃないというふうに思ったんじゃない、それはもうどのチームに関してもだったんかな、うんうん、それは分かりませんけど、はい、うわちょっと待って、ヨンウンかわいすぎる、はい、この顔、うん、この笑ってそうでした顔、そんなんもできるんやっていう感じな、あんなかっこいいバキバキもできるし、うん、こんなんもできるし、私は何でもできます、ヨンウン100年層、ね、もうすごいですよ、ヨンウン入ってよかった、入ってよかったです、うん、でバヒエちゃんちょっとプンプンがお子が、うん、でもこういうのいいと思う、バヒエちゃんはあこういうのも、うん、こういうやんちゃな感じがね、もともとなんかそんな感じやと私は勝手に思ってますから、明るい感じな、うん、かわいいな、ヨン来たよ、うん、来たなんかこの2人もちょっと雰囲気に、顔の雰囲気似てる気がする、そうそう、うん、目が大きくてな、セットやなこの2人な、なんかな、うん、扱いがな、仲いいんちゃう、え仲いいんちゃう、まあ、仲はいいみたいですよね、本当シャオティンのことをすごくこうマシオちゃんがフォローしてるっていう、ね、言葉の、あ、ね、そうやね、うん、言葉も教えてあげたい、年も近いかな、そうそう近い、同い年、うん、あ同い年確か、はい、同い年やったと思います、確か、はい、いいね、うん、涙袋がいいね、いいですいいです、こ曲ええわこれ、うん、ほんで今回なやっぱり、うん、なんかこうずっとかけてても全然しんどくならなさそうな曲やな、うん、全然、うんうんうん、ずっとかけてかけっぱなしにしてても、そうそうそう、ビーバークのね爽やかな、うん、ホーンセッションもね後ろでバーッとこう、あいいね夏だねチェヒョン、チェヒョン、チェヒョンは一人で来んねや、チェヒョンは一人で来るな、まあ、やっぱ1位やからな、そうかそうか、なんといってもあ、来た、全員来ました、あ、こんな全貌やったんや、うん、すごいかっこいいかっこいい、かわいいかわいい、なんかいいね、エジンちゃんがなんかでもずいぶんイメージ変わる、イメージ変わるというかまた路線が違うってきたね、この和田だからさ、そうやな、うん、和田の時はガールクラッシュやったけどガラッと変えてきたね、今回はこれ、うん、これもまたいいですわ、まあいいんちゃう、うん、いいです、うん、いいです、はい、嫌いじゃない、嫌いじゃない、好きじゃなくて嫌いじゃない、楽曲的には私すごい好みの 曲ばっかりやと思います、うんうん、でこれでどんなダンスがあるの、ね、パフォーマンスすんね、まあまあそうやな、まあでも可愛らしい感じで楽しみですね、うん、真ん中がダヨンちゃんなんだ、終わりか、終わりか、9月20日、うん、月曜日6時、はい、6時ってことは PM やから夕方の6時、夕方の6時に、はい、PV が MV がボンと出ますっていうことです、楽しみ、楽しみです、もう予約しましたいつの間にすいません我慢できなかった黙ってましたけど、はい、うん、ということでございまして、今回は、ケプラーのミニアルバム、セカンドミニアルバムですね、ダブルラスト、こちらのハイライトが出たということで、じっくり止め目いたしました、皆さんのね感想などもお伺いしたいと思いますので、よかったらコメント欄の方にねどんどん書いておいてください、そしてチャンネル登録、はい、皆さんのおかげで2000人を超えましたけれども、この勢いで3000人を今バーッと目標に、ね、頑張っておりますので、ぜひともまだという方はちょっと登録してください、頑張って一回バーッお願いします。お願いします。お願いします。試しに。試しに試しにってやって、はい、本当に試しにやってそのうちバンって外れるのが怖いけどね、押、うんうんね、したり外したりするのやめてください押しといてください、はい、ということで、おかえりお疲れこんばんは、今日もマチコと嫁マッチが、はい、お送りしました、また次の、次の動画でお会いしましょう、ごきげんよう、さよなら。